今週は神戸の済生工科高校に行きました。早速お写真とともに振り返りましょう。元村の工業、兵庫県ですね。こちらはなんかマグカップみたいなの持ってますね。おお。お仲間です。そこ一緒の写真入りマグカップ。おじいとな、そう作るところあるんだって。はいはい。コーヒー飲んでるんだ。そう。おお、はいはい。あ、藤井先生ですね。はい、監督とそしてご家族の皆さんです。そう、下の子ね、バスケットやってんだ。うんうん、はい。麺はこれだな。これいつもそうなんだけどね、毎回体育館に行くと選手の靴が、選手の靴なんだ。これ通学用の靴でしょ。中学か、そうそう、中革靴でしょ。俺から見たら 1ミリも違わないな。そうですね。これでもね、高校のバスケットでこういうのを作ったのは亡くなった佐藤久夫、名声の、はいはい、それからみんなやっぱり学校の先生が見習っていった、それでこうなったわけ。これは素晴らしい。こういうところから大切にするべきだということですね。そう、こういうことをちゃんとやるとつまらないミスをしなくなる。なるほど。もう、ね、そう、絶対そう。まずこれからだな。そして、はい、こちらがクリニックの様子ですね。頑張るんだここは。もうね、選手は能力的にはそんなすごいわけじゃないけど頑張る。もう俺は好きだな、練習中に足つるの、はい、足つったり倒れたりするともう好きもうしてやってもうこれはもうね最高の幸せもう練習やってね倒れると嬉しいなしてやったりしてもうね前の日から緊張して眠れないんだ中村さん来るって言ったら疲れ切ってない。大体1週間ぐらいダメってどこももうね来るとなるとね。でもあんまり高さないね。いや高くない。高い選手は他の学校にいっぱいいるじゃん、報徳とか育英に。だからとりあえず這いつくばってシュートガブガブ入れろって、もうちぎっちゃダメ、ちぎっちゃダメ。今回は特にね、シューターらしいのが2人いたから、うん、1年生でやってきた、うん、お父さんお母さんいる前で、それでもうハーハーやって倒れたような疲れたような格好しやがってな、お父さんお母さんにこいつ飯食わしてんのかって言ったら食べさせてますもうねハーハーってやってるからな。まあ皆さん真剣な顔でね。でも本当去年 の画面見た時も、はい、よく頑張ってるの伝わってきますよね。伝わりますね。本当にね、もうね頑張る、もうね、もう俺が帰った瞬間にバタッと倒れるのが嬉しい倒れるんだってそれくらい全力でね、はい、この練習には挑まれたということでしたけれども。最高だ。そんな中村さんは兵庫で美味しいものを食べてました。食べたまたお肉ですね。神戸だもんね。いやー美味しそう。ね、そう、一番びっくりはこれ牛タンの上タンって頼んだんだ、はい、先生が。そしたら松茸、あ、ね、この俺も初めて見たもうね、そう、これはこうタンにくるんで食べたりするんですか。いや違う、それ別に。松茸は松茸、ね、松茸は松茸。何牛でしたっけ。三田牛。三田牛、最近はね三田牛って言う、ほんと有名、地元では。神戸牛ってほんと少ないんだって。いやでもこの三田牛もさっき調べたらかなり希少価値が高いそうですよ。やっぱそうでしょ、はい、頭数が年々減ってきてるみたいな、ね、ネットに書いてありました。またね、白老町も頑張れ木村いやまたね美味しそうなお写真をいただきました。ありがとうございます。今週はどちらかに行かれるんですか。行きません。あ、今週は秋田ですね、うん、はい。